熊野市立図書館は、三重県熊野市井戸町にある公立図書館。JR 熊野市駅前の熊野市文化交流センター内にある。地元産の木材を用いた開放感のある図書館であり、自動書のコーナーや貴重書を含む松岡文庫に特色がある。1958年、木本公会堂の一角に熊野市中央公民館図書部として開設された。 同年12月27日には、三重県立図書館熊野文館が併設された。この時の蔵書は、県立図書館からの委託図書と市民からの寄贈書を合わせて1304冊に、過ぎなかった。1964年3月に、県立図書館熊野文館は閉館し、熊野市中央公民館図書部の単独に戻った。1972年1月に、 熊野市民文化会館が新築会館し、その一室を図書館にあて、熊野市立図書館に改称した。図書館には、専人職員が1名配置され、熊野市文化協会と協力して市民に図書の寄贈を呼びかけると同時に、紀南小中学校図書館教育研究会の助力を得て、蔵書の整理を行い、図書館としての定裁を整えた。 翌1973年から貸し出し業務を開始した。同年、三重県図書館協会に加盟している。1980年時点の蔵書数は1766冊に増え、利用者は学生を中心に年間約6000人の利用があった。蔵書は寄蔵書に追う部分も多く、霞城俳句文庫などと命名して、他の図書とは別の棚に配下していた。 2009年8月4日に新館への移転準備のため図書の貸し出しを停止し8月5日から8月15日までは図書の返却業務や新聞などの閲覧に絞って図書館サービスの提供を続け8月16日に一旦閉館となった図書館の入り口2009年10月3日熊野市立図書館を中核施設とする熊野市文化交流センターが 熊野市駅前に開館した。当日は開館記念イベントとして、六方行列などの伝統芸能の披露や熊野市、ゆかりのフルート奏者によるコンサート、裏、千家の野立が行われた。文化交流センターは、図書館の他小ホールや研修室も備えた複合施設で1ヶ月あたりの利用者数は、休館時代の3倍に増加した。この時点の蔵書は、 旧図書館から引き継いだ約4万冊で、将来的には18万冊とすることを目標に掲げた。2011年10月6日には、熊野市原津町を拠点に活動するシンセサイザー奏者の矢吹志穂が、同年の台風12号の被災者を励まそうと、無料コンサートを開催した。同年10月、旧熊野市の初代市長を務めた小林清恵の親族から、 小林らが撮影し、吉野熊野国立公園の指定申請の際に提出した1931年から1935年までの紀伊半島の写真87点が図書館に寄贈された。これらの写真は2012年5月10日から5月13日まで館内で写真展の形で一般公開された。2013年2月には熊野市出身で肘方都市や 開拓時代の北海道を撮影した写真家の田本県づくりに関する企画展を三重県立熊野古道センターの協力のもとで開催。同年10月15日から10月19日には市民団体が収集した矢野古峠に関する資料のパネル展示が開催された。2016年6月には図書館ボランティア活動報告展示会として熊野市立図書館で 読み聞かせや書家の整頓、本の修繕などを担当する約30人の活動について館内で展示を開催した。目玉展示としてかわいそうな本たちコーナーを開設し、一部の心ない利用者によって落書きや切り込みを入れられた図書約20冊の展示を通して図書館資料を大切にするよう呼びかけがなされた。 熊野市文化交流センターのロビー2009年10月、開館。2階建ての施設で、1階は図書館や交流ホールなどの複合施設、2階は図書館機能のみとなっている。熊野産の日の機材をふんだんに用いた天井の高い施設で太陽光を取り込めるように設計されている。センター内のベンチのデザインは、 名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科の学生が手掛けた。1階には、熊野市立図書館、演奏会や落語会などが開かれる、交流ホール、展示会や映像の上映ができる簡易展示スペース、熊野道とホワイエのほか多目的ルームと2室の研修室がある。図書館は、熊野市文化交流センターの1階と2階に設置されており、1階に、 一般ゾーンと児童ゾーンなど2階に松岡文庫などの基調書収蔵室を配置している。館内には140席の閲覧席があり、窓辺のカウンター席や屋外のテーブル席など来館者の好みに応じて読書をする場所が選べるようになっている。児童ゾーンは子供専用のパーソナルコンピュータやトイレを設置し、授乳室も整備するなど乳幼児から児童までの子供が 使いやすくなっている。また、子供らが興味を引きやすいように本棚を迷路上に配置したり、本の表紙が見えるように配下したりしている。松岡文庫は、熊野市に居住していた松岡清が収集した図書群で、日本史を中心とした六千冊町のコレクションである。現在では、入手困難な図書を含み、研究資料として重要である。 熊野市駅に隣接しているため、熊野市内外から利用者が訪れており、特に休日は熊野古道を訪れるリュックを背負った観光客の姿が多く見られる。図書には IC タグが付され、自動貸し出し機を設置するなど、最新設備を導入している。図書の収集にあたっては、熊野市の郷土資料、イタリア、神話、防災に関する資料を重視している。 イタリアに関する資料を収集しているのは、同国のソ連都市と熊野市が姉妹都市提携しているからであり、ソ連都市から寄贈された図書も所蔵している。熊野市文化交流センターに関するカテゴリー。ありがとうございます。